マスオ水玉水着がたまらない、マスオ茶髪美女とやんちゃな夜、マスオ清楚な魅力に首ったけの3本です。つぶらや光彦、真面目な頭脳派で時にはコナンのピンチを救うこともまた協調性があり紳士的なので、あゆみちゃんやハイバラのことを少し触る。失恋しちゃったんですか？浮気ひどい。でも失恋したから髪を切るとかそんな古臭いところがマサト嫌だったんじゃない？おい見ろ、課長の定時上がりマックスが出てるぞ。本当だ。でも真顔バージョンだから残念ながら家庭の事情だな。なんで勉強しなきゃいけないの？うまく返せ。いいか、お前が今握ってるのは鉛筆じゃない、人生だ。これ本当に1万円札用の撮影なんですか？メス、次当てたのはお前かって聞いてんだよ。男前って10回言ってみて。男前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 。じゃあ俺は膝、恐怖で統制、見た目が滑稽、ミサイル発射の準備は OK、 ヒャー処刑。君の顔なんか二度と見たくない。こっちこそ、わがまま伸びた目、これまでずっと我慢してきたが今度という今度はドーク。自分だけバーベキューに誘ってもらえなかったので、仕返しに誰も誘わずバーベキューをしたが、なぜだろう、涙が出てくる。異物混入について、妖怪のせいです。それはゲー。教育テレビ、スネ夫の口は無事だった。クララ足に集中しすぎ。顔顔、ここで一句、伸びたまま、息が続かず伸びたまま。おそらく2年前セント君と呼ばれたものだ。面構えが違う。学校から帰ったとこだ。まっすぐ机に向かった。なんかさんと違うな、熱心に勉強を続けている。つまんない、どっか遊びに来ちゃった。面白くもなんともない。薄暗くなってきた、そろそろ夕方だな。あ、指名が入った。昔話にホテルを入れて残念な感じにしてください。織姫と彦星は年に一度ホテル天の川で出会うのです。東京に行きたいか。キム委員長、100点満点デブ。一番いけないのは道具の凄さを自分の凄さと思うことだよ。炭治郎、何を伸ばした。カイロ、シャレにならないタイプ。私お人形いっぱい持ってるでしょ、もう2体増やそうと思って。ごめんね、ペッパーくんは体調崩しています。ペッパーだけに故障だね。私のおかずはペットの下に隠してあるでしょ。ボールはボール、友達は友達。7月30日木曜日、論破された。お父さん、アサリはもういいから帰ろうよ。人生戦った中で一番手強かった相手はカタツムリ、幽霊、メキシコ人、クマでしょ。ヨーゴードン、トップハムハット卿がくれる石炭は最高だぜ。眠らなくても走れるんだ。ヒシャ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 。もっとこう摩擦してだな。何？火を見たことがないから発火をイメージできないだと。わかった、ちょっとライターを持ってきてくれ。あいつなんかこっち見てんぞ。生きてるヨム君珍しいですからね。美人の彼女と温泉に来たが、なぜか入浴後に知らない人が親しげに話しかけてくる。どうだい新人、仕事には慣れたか。こんな楽しみ方があるんすね、最高っす。クリーニング屋。ほう、ソフトクリームメーカーのレバーを倒したら戻らない細工か。さすが俺の息子だ。見ろ、あのおばさんの表情がお前の作品だ。人を跳ねたことあるよ。君たちで言う自転車漕いでると顔に虫が当たることあるだろ。まあそんな感じさ。妊娠しちゃった。もののけ姫のオーディションがあるって聞いてきたんですけど。どっちがどっちを吸収したかわからなくなってしまった。違和感がある。あら、もうこんな時間、お夕食の支度しなくちゃ。おかずは何がいいかしら。カバンは黙りなさい。スタノーハジー。この下の漢字なんて読むんだろう。ブレレケランケラン、ビビビブ。問題、時速1500キロ以上のスピードで走れ。正解教えて。できるよ、時速300キロの新幹線の中で時速1200キロで走ればいいんだよ。カサ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 。ありがとう千尋、僕の名前はにぎはやみ、にぎはやみ琥珀主。働け働け、40過ぎて職歴なしとかいい加減にしろ、働くんだ。実験しよう、なるべくひどい絵を描いて。ちょっとカメラ止めろ。はいチーズ。パシャ。一流は道を作る、二流は道を選ぶ、三流は道を開けろ。いい雰囲気になって、ホテル来て、抱き合って、キスして、彼が服を脱いで、読書して、秋だから？秋だからなの？健太くん、それは女性が来て初めて進化を発揮するものですよ。理解してあげること、ご家族の皆さんにできることはそれだけです。楽しかった。運動会。おう、主人公の少年が遺体を見つけて、謎を解いてドヤ顔する話か。理想の幼女、幼女大好き。警察署からの訪問者。いつまで踏んでる、やめろ。幕府の役人もちょっと何か悪いことが起こるんじゃないかと思うくらい踏み合いが激しい。バイキンマンはいつも負けるのに、どうしてアンパンマンと戦うの？バイキンマンは子供たちに何度負けても決して諦めずに立ち向かう精神を教えることが生きがいなので、何度やられてもまたアンパンマンと戦おうとします。それにとっても立ち直りが早いので、やられても平気なのです。先生、我々スポーツマンヒップにもっこり。さて、これで今日のノルマは達成だ。好きです、付き合ってください。誰だ。
あ、俺か。僕のしずかちゃんよ、ちょっと慣れ慣れしいかな。刑務所には慣れましたか。あばしりの気候はどうですかと。そろそろ真実を話す時が来たようだな。もうどうせパーを出すんだろ。あんたもあんたも。バカな。バラバラになったはずの林やパーコが再生していく。黙って、何か気配を感じたぞ。誰かいる。ひ、お前が一番喋ってるやん。臭い息を吐くのはそれぐらいにしておけ。リストラされた父がリビングでため息をついてるのを見て、母がとどめの一言。わー、みんな落ち着けで、やっぱり痛かったんですか。その初めての時ってもうすっごかったわ。名前はトンボなのにあそこはジャンボよ。あっちの二人に見つからないところでシンゴくんにだけしてあげるね。いいでしょ。思い出したよ、私の名前はシンゴだ。ビーフステーキ。ハゲのくせにチーズハンバーグ。ハゲなのに温泉卵。さあ言え、願いはなんだ。めんどくせえからやめちゃう。不老不死にしろ。この84円のおにぎりを君が舐めるだけ1200円になるんだ。さあさあ。山おじさん、パン作りの名人、優しくて心が温かい。アンパンマン号などのメカを作ることもある。マッキガン。はい、不正解だったので一段下がります。わあ、僕みるみる頭が良くなっていくよ。あはははは。13対0になり、相手がかわいそうだったので7点あげたら負けた。ほうほほ、マンマミーヤ、ヒャッフー。ほうほほ、ほうほほ、ミーヤミーヤ、マンマミーヤ。え、ほら僕集めてんだ。仮面ライバーカード。しかもこれはめったに出ない幻の。うな重が今なら半額。暗記パンを使おう。ノートにくっつける、写る、食べる。それでそのページに書いてあることをすっかり覚えたよ。え、ほんと。試してみる。2位何をかけたら6になる。おや、バカか。5名様あちらの席へ、3名様こちらの席へ、1名様のお前はこれでもくれ。私が顔を湿らせたら力が出ないことを知っておきながら飲み物を出した理由は。はい、どうぞ。コンサートのチケットが欲しいんだ。じゃあマイケル・マクソン来日公演の。マイコ・ジャクソンですね。はい、では今から保険に未加入の後ろの連中に車を突っ込ませて、保険に入らないとどうなるか思い知らせてやりたいと思います。おはようございます。ってそのジョーク笑えねえんだよ。ウォッシュレットを今日にしたらここまで貫通した。返答次第ではタジャジャスマンズイクワッパ殿。射的の弾が全部天守のババアに当たった。反則だろう。私の傘、私の傘。ちょっと信号赤よ。でも今そこに私の傘が、私の傘が。え、私の傘。じゃあマンマス。心配ない、必要な犠牲だ。今日って野獣の日なの。うち美女と野獣大好きだから嬉しい。うちも野獣になるぞ。ギャルルル。美女じゃないことを自覚しているところが好印象じゃ。払いたくてトイレに駆け込もうとした時の同級生の悪ふざけが殺意を覚えるレベル。モデルで超美人の彼女ができたが、あなたの不満は。画面から出てこない。上司が求める部下アイユエを。挨拶ができる、生き生きしている、動きが早い、笑顔を忘れない、おっぱいがでかい。どうすウェイ。切れたドラえもんが右手ぶん投げてきた。ドラえもん、新しい右手よ。今日のヒラリーかっこよかったよね。思った。テレビに地元が映ってるぞ。なんだと。夜一人で牛丼食ってるサラリーマンってさ、ああいう親父って何が楽しくて生きてるんだろうな。お前ら子供の笑顔だよ。一体何があった。いないいない、30過ぎても恋人いないいない。嘘、うちのマンション来月からペット禁止なの。私のダックスちゃんはどうなっちゃうの。やめろ、4つつなげたら消えちまうだろうが。ひどい、私がいるのに AV 見るなんて最低。おい、お前だって免許持っててもマリオカートはやるだろ。崖の上の方に強い戦闘力を持ったやつがいる。なぜ知人の顔を平気で食べられるのかって。背徳感だよ。俺が求めてるのは本業。ソウスケ好き。この間他の力士と取り組んでたでしょ。ちょっと触らないで。でさ、さっきおみくじ引いたんよ。したら大凶引いちゃった。ジジイ山ババア川もうパッカンキビ団子犬猿キジワーイ鬼ダッシュダッシュお宝ワーイ。僕の友達がいじめられています。助けたいのですが、僕までいじめられそうでなかなかできません。どうしたらいいですか。その子のために君まで犠牲になることはないと思うよ。君はいつも通り学校に通えばいいんじゃないかな。偽善者オス特定した。贅沢な名だね。だから名字は二人で一つにしといてやるよ。勝手に幸せにでもおなり。待っててやるよ、お前が俺と散歩する日まで。こんな小さい子ほったらかしてどこ行ってたんやバカ野郎。もし私の声が変わっても今まで通り仲良くしてよね。仕方ないよな、転勤なら。今まで楽しかったし、俺はノラでも大丈夫さ。さあお別れだ、笑顔でさようならしようぜ。職場を内緒にしていたのに、定年となる60歳の誕生日に娘が来てくれた。ほら一人でくよくするなって。やるぞパーティー。誰かが敷いたレールの上を歩く。それも人生。脱線したくないなら二人で歩いた方がいい。
誰も乗ってないブランコが動いている理由が5歳の息子だけはわかるみたいで笑ってる。おじさん仕事しなくていいの？おじさんの仕事は暇な方がいいのさ。お父さんは嘘つきです。仕事は辛くないって嘘つきました。でもそれは私のためです。私には世界一のパパです。なあ、プレゼント俺からでよかったのか？プレゼントなんだから誰からもらったって嬉しいでしょ。おうんですよトドリアさん、このまま気持ちを伝えないと一生後悔しますよ。髪がなくなってもこぼれ落ちる涙はハンカチでは拭いていきません。あなたには笑顔が似合います。アダンとイダンの音だけを使って泣ける話、今は泣き愛妻が他界した日花が咲いた話。